田村さんのところで練習始めて3ヶ月3ヶ月じゃ技術的には正直何も変わってないかもしれないけど、練習してる中で田村さんに技術以外のこともたくさん教えてもらって、その気持ちの部分は自分はこの試合で出したつもりです。結果はこうやってボロボロに負けちゃったかもしれないけど、まあ、もうこれは始まりの始まりだと自分は思ってるんで、これからどんどん成長していって俺も UWFL で試合をしたり、もちろんプロレスルールで試合をしてグレートの看板選手になってプロレス界で一番強い男になります。ありがとうございました。